そして小さいっていうことは手軽なんですよね。やっぱりふっとなんかインターネット検索したくなった時にタブレットとスマホ持ってたらまずスマホ手に取りますよね。タブレットよーし、ちょっと調べるぞって、なんかちょっとだったらいいやみたいな。なので、この気軽さを、使いたいなと思います。はい、すいません。で、何ができるかっていうと、一番私が使っているロイロノートで使うっていうのは、録音の機能です。で、こちらの方をちょっと紹介していきたいと思うんですが、その前にちょっと皆さんの、状況というか、アンケートをちょっと取らさせていただいて、どんな参加者がいるのかなっていうのを理解しながらちょっと進めていきたいと思います。今、事前アンケートというのをロイロノートの方にお配りします。今、送るのところに入れまして、全員に送ります。はい、そうすると、お手元に、こういう事前アンケートというのが届いているかなと思います。遅れて入ってきて何よくわかんないなっていう人は、資料箱の授業内共有というところに事前アンケートっていうのがありますので、こちらの方を使用するって押すと同じようにカードが出てきます。はい、なので、ちょっとやってみていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。あ、意外と BYOD の方が少ない。結構授業で使用してるって方いらっしゃいますね。あ、見ているだけの方が多いな。おっと、来たな。BYOD じゃないのに撮っていただいてるのは、来ていただいてるのは、すごい多いな。意外と多いな。はい、こんな感じですかね。これからね、ただ BYOD じゃなくても、使える機能にはなるかなと思うので、こちらの方をご紹介していきたいと思います。で、結構使ってる方がいらっしゃる感じですかね。それで、ちょっと、ブレイクアウトルームは難しいかもしれないっていう感じですね。はい、わかりました。ありがとうございます。では、使ってる方も多いということなので、簡単に紹介させていただきますけれども、今、自己紹介のしてくださいっていうアクティビティのカードの方を作りました。で、生徒たちは本来であれば、目の前に40人とか、そのぐらいの人数がいるかなと思いますけれども、全員手元のスマホで、パッと、で、ちょっと、いろいろと開けてって言うと開けます。で、じゃあこのカードに、このアクティビティ今からやるから録音してねっていうことで、この録音ボタンですね、を押して、この録音っていうのを押すと、まあ当然ながら録音されるわけですね。で、終了っていうボタンを押すと終わります。で、どんな感じになってるかっていうと、あ、これ、いかないのか。ごめんなさい、聞こえないですけれども、今、会話したものが録音されています。で、これを回収することによって、後でどんな活動をしたのかっていうのが、手に取るようにというか、今までだったら40人いて、先生がテク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 って歩きますよね。で、近くを通るとしっかりやるんだけど、通り過ぎた瞬間にやらなくなるとか。で、後から、これから関心よく態度の、評価、主体性ですね。主体的に学習に取り組む態度の評価とか、そういったものが、出てくるかなというふうに思うんですけれども、その時に、まあ、授業中に、はい、じゃあアクティビティやってっていうふうな形で、やっても見れないですよね。あの子ちゃんとやってるな、あの子全然発言してないな、みたいな。いうふうに、その場で見て、その場でチェックするのって多分不可能だと思います。なんですけど、このやり方をやると、わかりますよね。全員がまず、これ、録音されてるな。これ、評価後でされるんだ。って、ビビりながらやるんですよね。常に先生が隣にいる感覚です。だから、私、英語の授業なんですけども、多分、まあ、皆様が高校だった時とか、
イメージできればと思うんですけど、友達と英語で喋るのって恥ずかしいじゃないですか。ね、だから、先生が隣にいるときに、Hello! みたいな。で、I like 何々みたいな感じで喋って、あって、そのまま行ってしまったら、ふぅみたいな。でさ、明日どうする感じになるのが、常に録音ですから、これはもう気が抜けないっていうような状況になります。ちょっと、今、マイク使えない方がいるので、最初は、ブレイクアウトルームでちょっと実際やってみようかなと思ったんですけど、あまりにちょっと人数が あれなので、実際にちょっとやってみていただければなと思います。今、カードを、もう一回共有しますね。カードをお配りします。こんな感じでカードを送ります。そうすると、皆様の手元に今カードが届いたかなと思います。先ほどと同じ形で、あれなんか届いてないよっていう方は、資料の中の授業内共有のところに録音カードというのがあるので、こちらを使用するにしていただいても出てきます。で、今、マイク使えるよ、喋っても大丈夫な環境にいる方、ちょっとこれで録音してみてください。自己紹介ちょっと一人でになってしまいますけれども、私は誰々ですみたいな感じでちょっと操作やってみてもらってもいいですか？何かやり方分かんなかったら聞いてみてください。これすいません、私デュアルスクリーンじゃなくて一つの画面でやってるので、いちいち停止しないと皆さんの様子が見えないんですが。で、こんな感じでマイクを結構生徒たち口元に持ってきながら喋ってます。これもスマホだからできることなんですけれども、パッとこうやって持ちながらやって見えてますかね。はい、見えてますね。こんな感じで持ちながら喋ると声がよく聞こえます。机の上に置いたりするとちょっと聞き取りづらかったりします。どうですかね。もしなんか録音の仕方わからなかったら、で自分でも聞けると思います。でこれ今日のテーマではないんですけれども、まだやってますね。これ本当に便利な、録音するだけなんですよ、実際は。なんですけど、本当に気軽にできるので、何でもできます。例えば、英語の授業でも、あるんですけれども、音読をしなさい。例えば、3回読んで、本文3回読んで、言いますよね。本当に3回読んでるのが微妙じゃないですか。でしかも、I like this. I like that. ボソ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 なんだか喋っている。そうじゃなくて、ちゃんと大きな声で滑舌よくしっかり感情を込めて読んでください。はい、3回読んで。はい、録音します。ドイロノート出して。はい、では録音しながら開始。って言われた時の生徒の絶望感。で、その他にも、ビデオという機能もあります。今カードを配ってやりましたけれども、ビデオで提出させることもできます。で、それのやり方、すみませんね、共有したり共有しなかったりでお伝えしますね。今度はカード配りません。ビデオの方はカード配りません。まっさらな皆さんと同じ状況の方を持ってきますね。で、このカメラっていうボタンを押してみてください。で、許可求められた方は許可してあげてください。あら、私はできなかった。あ、そうか、今使ってるからか。すいません。で、皆様使ってなければ、カメラのボタンを押すと、普通のカメラになると思います。で、右側の方から、カメラのボタンをビデオに変えることができるんですね。今、写真って書いてあるんだと思います。で、それをタップしていただいて、ビデオっていうふうにしていただけると、録画できるようになります。で、インカメラと、スマホの方はインカメラとアウトカメラあるとね、インカメラにしてあげてください。そうすると自分が映ります。で、もちろん、実際の学校の現場では、生徒とペア組ませていただければ、アウトカメラで撮ってください。で、これで何か発表させてください。今までだったら、例えば何か今日調べたことを発表してください。英語で言えばスピーチをしてくださいって言ったときに、1人1分、40人いたら40分、1授業潰れちゃいます。でも、このやり方であれば、一気に、例えばペアを組ませて片方がカメラ役、で片方が発表役だとしたら、短く、一番短くて2分、
まあ、実際には録画の準備とかあるので、それでも5分で全員のスピーチの録画が終わります。なので気楽に発表活動が時間、授業の時間を取らずにできるというところが非常に魅力的になります。よろしいですかね、ここまで。で、じゃあ、最後またロイルの使い方に戻りますね。では実際に、今録画したりとか録音してもらったりしましたけれども、これ今私は全然見れる状況じゃないです。で、じゃあどうするのかっていうところも、これロイルノート簡単なのでお伝えしていきますね。このカード、提出箱っていうのがあるので、ここに提出箱を作ります。で、例えばさっきのやつでいくと、録音カード提出箱というのを今作りました。で、皆さんはさっきのこのカードですね、さっき録音したカードをここの提出っていうところに入れて、この今録音カード提出箱っていうところに入れてみる。すると、ここに資料を提出しましたというふうに出てきます。そうすると、今送っていただき、あ、ビデオ送っていただいてありがとうございます。こんな感じで生徒から続々とカードが届きます。なので、今ちょっと聞くと怒られるかもしれないので、でそもそも音声がちょっと共有できてない気がするので、あれなんですけれども、生徒の録音が聞けるんですね、簡単に。で、これは同じです。ビデオを提出してくださいって言って提出箱を作って、そこにポンって入れてしまえば、もう簡単に録音が、提出が終わってしまうというところになります。ここまでよろしいですかね。ありがとうございます。なので、本当にスマホなので、パッて録音してって言った時に、まあ生徒スマホ持ってるので、普通にカバンの奥底から取り出すことないですよね。一番使いやすい場所で持ってません、あの子たち。なので本当に授業パッとすぐスタートができる。で、もちろんこれロイロじゃなくてもできるんですけれども、例えば Google とか Microsoft Teams とか同じような機能はあるんですけれども、ここまで1個のアプリでスムーズに提出まで済ませられるっていうアプリは、私が知る限りではロイロしかないです。どうしてもこのアプリで録音して、このアプリで送って、で受け取った側も違うアプリでまた聞かなきゃいけない、ああめんどくさいみたいな感じになるところが、ロイロだと1つの端末でできるので非常にスムーズかなというふうに思っています。で、もう一個、すいません、また共有しますね。で、先ほどの、提出箱のこの状態ですけれども、例えば今の自己紹介、今やらないですけれども、この回答共有するっていうボタンを押すと、他の生徒のものが全部見れる。ですので、今の録音カードなんか他の生徒興味ないと思いますけれども、例えば何かのプレゼンしてっていうふうに言ったら、これ他の人に見てもらわなきゃ、私だけ、先生だけ見てもらうんじゃもったいないですよね。なので、この回答共有するっていうボタンを押します。そうすると、他の生徒は違う生徒のプレゼン発表を見ることができます。なので、ああ、じゃあのこの見てみようとか。で、そこで、まあ、これは紙でやった方が、ロイルノートでもできるんですけど、生徒間通信。これちょっと私、あまり好きじゃないので、手間がかかるので紙でやっちゃいますけれども、じゃあ3人のものを見て、コメント書いてあげてねとか。で、そうすると誰も見てくれない人が出てくるときがあるので、自分の出席番号の、後ろから3つと好きな人3人、全部の6個プレゼンを見て、感想を書いて提出してくださいみたいな感じでやると、本当にプレゼン全員の見れることではないですけれども、短い時間で発表をして、でさらに他の人のも見て感想も書けるっていうのが、例えば今ので言うと6人ですので、1分のプレゼンであれば6分、さっき6月に5分でしたから、15分ぐらいの活動でできます。これ本当に画期的だなというふうに私は思っています。
よろしいですかね。なので、本当にスマホならではの気軽さでできる、ものになってくるので、ぜひ使っていただけたらなというふうに思っています。あと5分ぐらいですね。ここまでしたかな。最後に、すいません、じゃあまとめのスライド、お見せしますね。で、最後質問とかあれば受けたいと思います。すみません、他にもちょっと、あるんですけども、録音機能ですね、を使った関心欲態度、主体的な態度の評価ということで、評価基準こんな感じで作っています。A プラス ABC の4段階評価にしています。で、基本的にはみんなが A になるようになります。で、A プラスっていうのは、もう特別に頑張っている生徒。で、こういう子もいます、やっぱ英語の授業なので。で、実際に他の活動、他の教科であっても、例えば、数学で、これどうやって解くんだみたいなパズル系の問題とかで、録音しておいてリードしてる子とかいますよね、グループを。もしくは全然参加してない子もいたりするので、そういったところをしっかりと見るよっていうふうに言うと、自分もリードしなきゃ、英語で言えばもう日本語ちょっと使ったらまずいから英語で頑張ろう。で、A プラス英語の話になっちゃいますけれども、ここでは、どういうふうにしたら A プラスになるかっていうのも聞きながらフィードバックしています。今なんて言っているかっていうと、相手の喋っているところをカットインって言うんですけど、遮って質問して、そしたら A プラスになるかって言ってます。あの英語ってどうしても英語で喋ると、Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. みたいな、こうすごいキャッチボールの、なんかすごいボールをゆっくり投げてる感じなんですけど、実際の会話ってもっと違いますよね。Do you like tennis? Yeah, I like tennis.、Do you like tennis too? Yes, of course. みたいな感じで、どん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 質問が出てくるっていう状態が、非常にこう望ましい会話の状態かなと思うので、どん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 積極的に喋ることを、進めています。で、できるようになってきている子が増えてきています。これもロイヤルノートのおかげかなと思います。で、評価方法についてなんですけど、今全部チェックするって言いましたけど、教員の方がですね、15分で授業終わったからってですね、40分のプレゼン見るって、帰れないやみたいな感じになりますよね。で、そこで私はどうしてるかっていうと、自己評価シート、これ紙でやっても、最初ロイロノートでやってたんですけど、ちょっとテンポが悪くなるので紙の方があの子たちは早かったので、紙で書いて自己評価をしてもらってます。で、定期的に音声とシート、今音声は今みたいな感じ、シートは紙なので、前に回してっていう形で回収して、一部分だけを点検してます。これは生徒にも言ってます。なので、ああこの子は A なんだな、聞いてみて、ああ確かに A だな、 A プラスでもないし B でもないな、この子 A プラスか、ちょっと聞いてみよう、いやーこれは A プラスじゃないだろう、 A だろうみたいな感じで、一部分のみを評価することによって、そんなに時間が、例えば、中間テスト期末テストを回収するとすると、中間テストで回収して 1,2 個で、しかも1分の何かやたらせたとしても、まあ10秒聞けば大体雰囲気分かったりとかします。で、そんな感じでこうピンポイントピンポイント、あこの子はもう大丈夫、 A プラスの子は本当に1分間通して A プラスだったかなっていうのを見るときもありますけれども、そんな感じで結構自由に、評価ができていいのかなというふうに思っています。で、これが、自己評価シートですね。相手のペアの名前を書いてもらって、自己評価を書いてもらいます。で、時々やっぱ録音ミスっちゃう子もいるので、録音ミスったときはそういうふうに書いてねっていうふうに言って、対応をしています。で、ペアの名前書いてもらうの最初なかったんですけど、この欄、どうしてもマイクの近さで、片方喋ってる方はある程度聞こえるんですけど、もう片方の子が何を言ってるか今一つ分からなかったりするので、ペアの名前書いておくと、そっちとリンクして、ああこんな子と喋ってたのかって分かることがあったので、ペアの名前も書いてもらうようにしています。で、メリットとしては本当に生徒も教師も使いやすい、アプリ内で完結するっていうのがいいのと、本当先ほども申し上げましたけど、やらなければならない感がすっごい増大します。実際英語の授業の雰囲気かなり変わりました。もうみんなやるんですよ。相手に悪いっていうのが出てきたと思います。今までであれば、なんか一生懸命、英語ですけどね、英語で一生懸命喋るとなんか恥ずかしいみたいな感じになるんですけど、一生懸命やってあげないと相手の評価も落ちちゃうんですよ。会話だから、ペア会話だから。そうするとまずいから、ちゃんと日本語自分も喋らずに英語でやんなきゃっていう雰囲気がすごく強くなったなというふうに思っています。で、課題としては、やっぱり
持ってくる端末によってやっぱ iPhone とかは音いいなと思いますし、あの格安スマホとかだとちょっと微妙かなっていう風になるので、ここら辺の差が成績に影響しちゃうのはまずいかなと思ってるので、表現の能力とか知識理論を評価するにはちょっと難しいかなっていうところが、今の現状になっています。わらぴったり。ありがとうございました。